長崎市の上映町ではけさ車同士が出会い頭に衝突1台が横転する事故がありました午前8時ごろ長崎市上映町の県道の信号のない交差点で乗用車と軽乗用車が出会い頭に衝突し軽乗用車が横転しました軽乗用車を運転していた40代の女性は自力で脱出し大きなけがはありませんでした 乗用車を運転していた30代の女性にけがはありませんでした双方とも同乗者はいませんでした浦上署が事故の原因を調べています